桜景古墳は、福岡県宗形市、無田尻にある古墳。形状は、前方公園墳。桜景古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。宗形地域では唯一となる、石室に装飾が施された、装飾古墳として知られる。福岡県北部、釣川川口部の砂岩丘陵町部に築造された古墳である。 丘陵上には本古墳の他にも多くの古墳が分布して桜系古墳群を形成する。古墳名の桜系は地名。江戸時代の漢文13年にはすでに石室が開校したことが知られるが、1971年に古墳として初めて認知され、その後これまでに数字の調査が実施されている。墳形は左右非対称な前方後円形で、 前方部を南方に向ける。噴球に断築は認められていない。また、噴球表面に不規し、埴輪は認められず、噴球周囲に修行も認められていない。主体部の埋葬施設は2基からなり、公園部、前方部にそれぞれ横穴式石室1基が依存するが、特に公園部石室は三角門用の壁画を有する。その他、 本古墳周辺にある塩墳後期は本古墳と密接な関係にあるとされる。出土品としては、鉄属系、金属器、末器編、弾器編がある。この桜系古墳は、古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。装飾古墳は、九州地方の有明海,海沿岸部を中心に多数が分布するが、本古墳の位置する棟方地域は、 その分布圏から外れる点で特色を示し、当時の有明海沿岸部との政治的、経済的交流を示唆するとして重要視される古墳になる。古墳域は1976年に国の史跡に指定されている。なお、ユネスコの世界遺産、神宿る島、宗形、沖の島と関連遺産群において2009年に、 同遺産がユネスコ世界遺産暫定一覧表に記載された際には本古墳も構成資産候補とされていたが、その後の2017年の正式登録の際には構成資産から外されている。古墳の規模は次の通り。第一主体部石室開口部主体部の埋葬施設として、公園部、前方部にそれぞれ横穴式石室一基が構築されている。第一主体部は、 公園部に位置し、ほぼ乾損する。複質構造の両袖式横穴式石室で、石室主軸は、紛糾主軸と、ほぼ直行し、正方に開口する。石室の規模は次の通り。公室の奥壁には、石屋型が認められる。また壁画が認められており、奥壁、石屋型石中に赤色、緑色、白色の三角分が描かれる。 この三角文については特に当地の豪族である宗方氏の入れ墨文様との関連を指摘する説がある。なお石室内には漢文13年、昭和13年の釘書きが認められるほか、昭和20年代には石室内で賭博が行われていたという。この石室は未整備状態のため、現在は非公開で保存されている。第二種タイ部は埋没石室で、 2003年度の測量調査の際に発見された小型の横穴式積室と推定されるが詳細な調査は未実施のため内容はつまびらかでない所在地交通アクセス周辺ありがとうございます